はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。やっぱりありますね、追いがしゃ、緑の花太郎とジョーザーですね、赤ジョーザー。取れてないのは辛いということで、7セット目から10セット目も引いていこうと思います。では7セット目、自力がしゃ、今回多いんだよな。参ります。さあ、泡の色は何色だ。そして稲妻はどうなんだ。さあ、ドラララララでマイシュボーイ。さあ、ドラララララ、青色だが、ジェイガイ、どこ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 。3枚目ラフォード、4枚目ドラララララ、マニチボーイ、さっきも見たよ。5枚目、そろそろ出てきてくれ。6枚目、しかし2枚の時も、8枚目に出たこともあります。さあ、8枚目かな。1枚のみか。そして、また金山でした。1、こういう時に限って1、そして光らない、うなだれてしまいます。うわー、つらい、つらすぎる。ここも自力ガシャで引いていかなきゃいけないですね。じゃあ8セット目参ります。泡の色は自力ガシャで、どうなんだ。さあ、どうなる。ハンティング、ドラララララハザマーダー、どこ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 。猫グーサー、4枚目ドラララララ、ジョナスさん。さあ、5枚目はそろそろ出てきてほしいが、アンジェロ、6枚目来てください。ジョセフ、8枚目、あ、今回で初め、まあ、8枚目ですね。8枚目ドラララララで抜けサーク。さあ、ラスト、うわうわ、2連続金、しかも3回目です。3回目の金です。1、2、3、ここでワンモアがあればいいんですが、どうだ。期待が持てない。お、来た来た来た。さあ、どうだ。高一くんです。まあ、当たっただけよしとしましょう。残念すぎます。まあ、高一くん、アビティアプー、頭が良いです。なんか辛いですね、辛いです。まあ、気を取り直して9セット目参ります。2枚以上確定、2枚以上確定です。ここで3枚4枚5枚6枚、虹泡でね、稲妻です。さあ、1枚目消えた、はい消えた、はい2枚目、ドラララララ、はい消えた、ジョセフ。さあ、3枚目、稲妻も走らず、ジェイガイル、4枚目、ドラララララ、そろそろ出てきて安心させてください。さあ、聞いた、4、猫グース、猫ジジ、また見ましたね。お前じゃない、お前ではない、出てはいるような気がするんだが、もう1枚ぐらい SSR 切ったっていいんじゃないの。さあ、8枚目、バイニラ、あー、さあ9枚目、さあラストはどうだ。お前も見た。うわ、これはつらいな。当たってはいます、当たってはいるんですが、目的のが当たらない。ゆかっこ、さあどこどこどこ、ドゥドンと。さあ、アビリティアップなるか、プラスしてるのでプラスに。おお、これは頭いい、かなりいい感じで頭がいいです。お、
猫尻ストレートで上がってますね。うわ、そしてピックアップです。ピックアップ緑尻、もしくは緑尻は来ちゃいけない、花太郎、緑花太郎、もしくはジョーザ来てください。お願いいたします。さあどうなるどうなるどうなる。泡の色、そして稲妻は走っているかどうなのか。ジョナスさん2枚目、おっといきなり来た、これは2枚以上確定。緑ユニットスカレ、こっちかこっちなのか、しかもプラス1です。あなたはもう強くならなくていいんです。ピックアップがお前か、痛い、何かが痛いっす、ものすごく痛いです。数えるのをもうすでにやめております。何枚目かもう分かりません。さあそろそろラストですね。はい、演出は十分で金助、どちらがピックアップか分かりませんが、かなり痛い状態ではあります。さあドラララララ、で当たってはいるんですけどね、本当に。さあ金助がビーティーがアップしました。まあ当然ですね、義務教育終了してないですからね。ドリジリは一つですね、一つだけアップ。うわ、目的なのが当たってない、これはもう辛いです。しょうがないので、ビギナーズガシャ、引いていきたいと思います。ではビギナーズガシャ、4連敗中だったかな、3連敗か4連敗中のはずです。ビギナーズガシャもう1枚ぐらい来てください、お願いします。さあビギナーズガシャは、ビギナーズガシャはどうなんだ、どうだ、さあどこ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 、ジョスケ、さあ2枚目、ガミ、さあ3枚目、どこどこどこ、チャカ、4枚目、そろそろ出てきてほしい、出てきて2枚以上確定をしてほしい。いや2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、欲しいです、多ければ多いほどいいです。さあ8枚目、7枚目かな、8枚目、さあラスト、おっとようやくようやく来ました、しかしポールなんとか今日ポールインか、ポールインか、ツースリー昇竜拳ですかね。ああ終わったよ、終わりましたよ、高い買い物でした。はい、いやー、まあボルインが当たっただけでもよしとしましょう。今までね連敗中だったのが連敗を抜けたということで、さあ、チケットですね、チケットは何にしましょうかね、いつも通り女性ディーサーですかね、女性リサですかね、いつも通りゆうちゃんもいいんですが、やはり女性リサを引いていこうと思います。交換しましょう、女性リサです。メッセージボックスにやってきた女性リサ、さあ行きます。さあ覚醒をして、アビジャブダラフ10のまんま、連続スルーです、連続スルーです。はい、最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、追い返しするかどうか考えたいと思います。泣けば泣くほど当たらない気がします。どうすればいいんだ、
気を取り直していきます。ではラーサボタヒー。